どついたるねん、北のカナリアたちなどで知られる、坂本淳二監督、61、が最新作、一度も打ってません。近日公開で俳優の石橋蓮司、78、を主役に起用した。石橋にとって2002年公開の、黄昏流星群星のレストラン以来、18年ぶりの、主演映画、岸辺一徳、73。僕は俳優を見ているけど、俳優も僕を見ている。坂本、演出がぬるいなと見透かされる。どんな演出をして、どんな作品に仕上げようとしているのか、厳しい目。だから、小仲良しクラブじゃ、映画は撮れないと語る。窮地の間柄だからこそ、映画化が実現したのも事実。大鹿村、の出演者、スタッフが、原田芳雄さんの自宅に集まった際、桃井香織、69、が、今度は、レンジで映画をやろうよ。私たち、手弁当で出るからさと声をかけたという。石橋本人に加えて、オークス堂、岸辺はじめ佐藤博史江口洋介、52、らも賛同。坂本監督が、僕でいいんですか?と尋ねると岸辺が諭すように、他に、誰がおるの?と語りかけ、一気に企画が動き出した。脚本は、かつて、松田優作さんと組んで、映画、処刑遊戯、野獣死すべし、ドラマ、探偵物語など、ハードボイルド作品を手掛けた、丸山翔一さん、72、だ。ハードボイルド作品は、珍しいジャンルだが、かつて熱中した中高年はもちろん、若者にも見てほしい。若者でも、新宿ゴールデン街が好きな人もいるでしょう。共感じゃない、面白がって見てもらえたらとアピールする。ハードボイルドを象徴するのは、タバコ、トレンチコートにブラックハットというスタイル。レンジさんだからできる役柄ですよね。衣装を着るんじゃなく、着こなすことができる数少ない俳優さん。自宅で家事をしっかり手伝うシーンも印象的だが、ハードボイルドってゴミ出しのようなもの。ルーズなことを排除すること。わずかなことにも手を抜かない生き方だと思うと独自の解釈をベテラン俳優同士が繰り広げる圧巻の演技バトルは、ぜひ若い俳優に見てほしいと力を込める。最近の若い俳優さんは役作りにとどまってしまう。オークス道夫、74、ら、大鹿村騒動記、11年に出演した、ベテラン俳優陣が再集結した、ハードボイルドコメディーだ。佐藤浩一、59。その向こうに、自分なりの解釈、遊び方を具現化していく楽しみがある。大人の遊び心ですよ。俳優は自分じゃない誰かのことを必死に考える、素敵な商売。特にレンジさんはそう思わせる人なんです。緊張感を保ちつつ、遊ぶことが映画をどれほど豊かにしているか、若い俳優に知ってもらいたいと呼びかけた。佐藤浩一と広志一郎の親子共演でも注目される。浩一くんから広志一郎を起用したら、3世代を演出することになると言われてね。ベテランと共演すると学ぶことが多いですから、経験を積ませたいと思ったんでしょうね。役柄も、出版社の上司と部下で、世代交代を感じさせる。幼い頃から知っている、広志一郎の印象は、浩一くんも二世俳優としての苦労があったと思うけど、広志一郎はそれ以上と思いやる。浩一くんが、親の七光だった、広志一郎は 7×7 で49光でしょう。同世代の他の俳優が経験しない心の葛藤があったはず。佐藤浩一の息子、三國連太郎の孫、この世界でやる覚悟がいい味わいとして、匂いが出ていると目を細めた。当初は24日に公開を迎える予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、延期され、緊急事態宣言が発令されたこともあり、多くの映画館が休業を余儀なくされ、新たな公開日は未定となっている。坂本淳二、坂本淳二1958年10月1日。大阪府生まれ、61歳、89年に赤井英和主演の、どついたる年で監督デビュー。藤山直美主演の顔、00で日本アカデミー賞最優秀監督賞。主な作品は、新、仁義なき戦い、00、キロトン、2年、亡国のイージス、
5年、大鹿村総動機、11年に、北のカナリアたち、広志一郎、23、親子の本格初共演でも注目されている。有野博之昭和の映画俳優に敬意を表し、令和の、ハードボイルドを作り上げた。還暦を迎え、ジョーの明日、辰吉丈一郎との20年、15年、団地、16年、反世界、19年など、一度も打ってませんハットにサングラス。ロングコートを羽織った、市川進む、石橋は、伝説のヒットマン、ではなく、売れない、小説家だ。理想のハードボイルドを極めるため、元エリート検事の石田、元ミュージカルスターの光、桃井らと酒を飲みながら、情報を収集する。物語のリアリティにこだわり、密かに殺しの依頼を受けて、本物のヒットマン、今西、妻夫木聡。39に頼み、後ほど情報を詳しく聞いて、執筆活動に生かす。ある日、敵のヒットマンから命を狙われ、妻、大楠からは浮気を疑われる。舞台の、Y は、吉尾さん文字物語の舞台となるバー。Y の看板は、原田吉尾さんが書いた文字を彫ったもの。坂本監督は、吉尾さんの自宅にあった自筆のメモを借りて、デザインに使いました。吉尾さんがきっかけで始まった映画なので、吉尾さんの匂い、昇魂を残したかったと明かした。今後どんな作品を作っていくのか考えて、憧れだった、レンジさんの世代と一緒にやってみたいと。バイプレイヤーとしては出てもらっているけど、がっつりとやってみたい。あの人のおかしみは、まだ見えていない。そこに触れてみたかった。知られざる、ベテラン俳優の魅力が満載だ。石橋とは気心が知れた間柄だが、主演俳優として接すると、新たな発見があった。やっぱり座長として、作品全体を担うという責任感、緊張感がまるで違う。それは、大鹿村総動機で、原田義雄さん、11年死去。去年71から学んだことでもある。義雄さんもそうですが、レンジさんも全然違いましたね。怖かったです。役を解釈する上で自分が出ていない場面もしっかりイメージして作品全体のテイストを考えていた。懐の深さに感心、撮影現場では石橋からポンポン安易に撮ってるんじゃねえよと怒鳴られ、ポンポン撮ってませんよ。と言い返したことも、親しい間柄だからこそ難しさもあった。